私は福島ノアです。同じく高2。ノアとはオーディションで同じ組だったんだよね。だからさっき会ってびっくりした。2人は前から知り合いだったの？なんか羨ましいな。知り合いというほどじゃないですって。ただオーディションの時相手役をしてもらったから覚えてはいましたが。ん？相手役って？そこはまあちょっといろいろあってね。あ、そうだ、花巻さんのことトワって呼んでいいかな。これから同じ DJ ユニットの一員なんだから仲良くしたいし。いいよ、私もいぶきのことをいぶきって呼ぶね。よーし、私たち3人で頑張ってすんごいアイドルになっちゃおう。おお。いや、頑張るのはいいけど、なんでアイドル？いや、私アイドル好きだし、アイドルっぽいパフォーマーってのもありなんじゃない？それにこの DJ ユニット4人らしいですよ。え、あと1人はどうしたの？遅刻？さっきお茶出してくれた社員さんがいろいろ教えてくれたんだけど、地方出身の子だから合流が少し遅くなるんだって。私たちより一つ年下らしいよ。一つ下の子。じゃあ、あの子かな。え、何か知ってるんですか？オーディションの時、私と同じ組にすんごい子がいてさ、もう圧倒的、全然レベル違ってて、あの子は絶対受かってるって思ったのにここにいなくて、あれ、どうしたんだろうって思ってたけど。すごいんだ。どんな子？話したりしてないからよくわかんないけど、確かサキちゃんって言ったかな。サキ。ねえ、なんでいぶきはサキちゃんのボイトレをわざわざ見に来たの？そりゃトワがあれだけ言ってた子だもの、気になるじゃない。言ってた通り、ちゃんと受かってたもんね。それに一番の年下なのにユニットのセンターでメインボーカルでしょ。もう DJ がセンターになるのは珍しくないけど、これってあのプロデューサーがそこまで買ってる才能ってことでしょ。ちなみに私はサキちゃん可愛いから早く歌聴きたいなってだけだけど。サキ歌うみたいだよ。それではよろしくお願いします。あの時のサキは衝撃的だったな。あの頃はまだ専門的なことなんてわからなかったけど、サキの感性が並外れていることはすぐにわかった。こんなすごい子と一緒にユニットを組めるのが嬉しかったし、負けてられないとも思った。この子が私たちより先にいるのなら、私たちも同じところまで行かなきゃ。それがチームってものだし、一応は年上なんだから上に行くくらいの気持ちでいなきゃとかも思ったっけ。サキが今のフォトンメーデンのどこに問題を感じているのかはまだはっきりとはわからないけど、それを解決することはきっとフォトンメーデンを進化させることにつながるはず。うん、そう考えたらやる気出てきた。よーし、頑張るぞ。